にちは、こんばんは、おはようございます。普通という交代以外はなかなか想像できないけど、みんなのハロウィンはどうだったかな。マックスウェルズ・ワールドのモッドに戻ってきたハグでございます。トロシでございます。で、この映像は覚えてるかな。覚えてない。これは私たちがその最初の方に会話がバグってファンタジーアブニューへアクセスしようとしていた頃。なるほど、横道を探していた頃、うん、本当このマッドは私を痛い目に遭わせた。しかしやっぱり面白いところはありましたよ。そのトゥーエンドというのがね。じゃあハグソンはやっぱり結構見逃したところが多かったってこと？そういうことですよ。まずコンパニオンの皆さんは自分の理論があるじゃないですか。このパークの正体とは何なのか。ああ、あるね。あ、しかしそれについては後で話そう。うん、何せこの後そのトゥルーエンドにつながってるんですから、みんなの理論が。ああ、そう、関係があるんだ。そう、関係があるんだ実は。だからまあ全体的で言えば、うん、やっぱりやる価値があるんですね、このモードは。おー、その不具合によく気をつけないといけないけどそれが分かれば面白いんですよ。なるほど、どこがハマるかと。そう、どこがバグるかとか。そういうことです。でプレイしやすくする方法はいくつかある、うん、まずはファーストトラブルのやり方だ。それをまず、うん、それを見ましょう、はい、確かにトゥルーエンドへの道という項目でしたが、うん、それも含まれるでしょう、ファーストトラブルは。了解。じゃあまずファンタジーアブニューがあるよね。レイジンラピッツというウォートスライドにつながってるけど、ここほら、うん、います。線路がちょっと見えたじゃないか。見えたね、なんか。でもその奥に電気がついてるじゃないか。あ、ついてるね。ではその中に入ってみると何があるかといえば、気味悪い機関車の倉庫です。ね、ボスの BGM が始まるけど、真ん中の方に向かえば何か起こる。あー、あートーマスじゃん。そう、こういうわけのわからない演出にはちょっと困惑すると思うけど、実は時々ここら辺の機関車は止まって、うん、スキーマーというかその弱点が現れる。あ、ほらほら、この上にわけのわからない電気回路があるじゃないか。これを撃つ。ね、それを全部壊すと、それを全部壊すと爆発して、うん、あなたはマックスウェルエクスプレスを暴力で従わせたというメッセージが出てくる。なるほど。それ以来機関車はとぐるとぐる線路の上に現れてファーストトラブルさせてくれるんですよ。ああ、そうなんだ。こうやってね。じゃあまずこの線路ってか、こいつらを従わせることが、これだったら本当に助かったのにな。従わせることが必要なんだね。うん、まあなんかそれ知らんがなって感じだね。だろう。次はパルヌモアルズが持っていたヘビーインチネレーター、壊れたのがあったでしょ。ああ、あれね、うん、で結局コンソールで出さないでちゃんとその部品を見つけたんですよ。これはレイジンラピッツの上のもので、ナイト・イーグルドルフという人がいて、バルブがあった。で、呪われたヘビーインチネレーターがあるけど、こういうのは使いましょう。呪われてる。使ったら呪われてしまうからね。ちなみにハグさん、呪われるってどういうことなの結局。それはつまり自分の魂がマックスウェルに、マックスウェルのものとなってしまう、そういうものではないかと思う。じゃあ死ぬってこと？トゥルーエンドは見られなくなる。本当？そういうことです。次はタイムトラベルマウントの裏でした。実はこれは私が見つけたんですが、まあ普通にで、これは映像がないけど、ここら辺にティーカップのライドがある、うん、あそこにもある。ファンタジーアベニューですね。ではトゥルーエンドだ、はい、トゥルーエンドを見たければ、まずはコンパニオンたちが語る以外の真実の、まあ、証拠をつかめないといけないんです。ああ、このワールドに関する真実の、そう、ボルトシティの近くにある山にある古い神殿ですよ。古い神殿です。神殿？そう、重い BGM が始まるけど、何か見つかったと分かってしまうんだよね。何、オカルト的な話なの？やっぱそう、そうですよ。そこがコンパニオンの一人、つまりストーツという骸骨が話す、ここは悪霊に取り憑かれているんですよという話につながっている、うん、なんかまがまがしい。そうでしょう。なんか、なんかある。わーわー、何、ナイフ。終わってない演説があるけど、これは我々はここ古い神、本当の神の光の下で集まる。我々のメンバーの一人は早死にし知ってしまった。
だけどこのナイフ、この地位があれば彼は蘇るのであろう。クロマ術というか、フリー神だからクトゥルフ感が出てますね。で、ここにアンドレアという人へのノートがありました。で、これは正直に言いますけど、こういうリチュアル、こういう儀式とは効果がないんだ。しかしあなたの夫なら何かの使える儀式はあるかもしれない。何せアンドレアさんの夫、おそらくミスター・マックスウェルですが、いや間違いなくミスター・マックスウェルですが、どうやら不思議なそのカリスマがある。で、もしかすると彼は人間ではないかもしれないし、人間以上の存在かもしれない。このノートからそれがわかる。ってことはなんかマックスウェルはなんかこう神か何か、そう、邪神か何か。そう、邪神かもしれない。ストートさん、あの骸骨が言うように彼は悪魔かもしれない。なるほど。チームのところはそう思う。なるほど。が、これは真実の一部でしかない。ほう。なんかすごいな。ラブクラフト向いてくるね。そう、ここで私はワクワクしてきたんだ。ここで私はワクワクしてきた。やっぱりトゥーエンドは見ないといけないと分かった。なるほどね。次はタイムトラベルマウンテンですが、ここにアーケードがある。ゲームセンターがね。しかし、ここにボタンがある。ジェナさんです。ピンボールマシンのそばに。これを押すと、モニタリングステーションへの扉が開く。どこ？で、モニタリングはつまり監視のことですよ。いろんなところ見れるの。監視できる。遊園地の中の皆さんの監視するための施設で、ここも重い BGM が始まる。なんかこれ重要な場所に来たら重い BGM が流れるんだね。そう。おお、フレッシュだな、なんか綺麗だな。まあ、ちょっとね、それはインスティチュートのアセットを使っているから。そうか。で、これですよ。ここにメモが残っているというか、E メールが残っている。私たちはなんでロックアウトされているんだ。何かの、誰かのエンジニアから、確かアンドレアさん、そう、アンドレアマックスウェルへのメールです。何か新しいインフラを入れると、コントロールが言ったけど、いきなり何もかもが交渉しているようだ。私はシステムから全部ロックアウトされているけど、そのロックアウトしたユーザーはマックスウェルと言うんだけど、これはどういう冗談だ。え、誰だお前感があるけど、 それって AI なのか。それがコーリン・パルディン・ワルスの言うように、マックスウェルは何かこの遊園地を管理している AI だと彼は思っている。なるほど。こう今度は科学的な話になるのね。そう、そういうことです。オカルトの話から、うん、で確認しましたけど、やっぱりこれは先のノートのアンドレアと同じ人でしょうね。だからアンドレアさんはいろいろやってるでしょ。で、ここは最後だ。最後、この最後の施設にアクセスするには、あの社員タンネルでちょっとめっちゃコマンド使ってる。そう、コマンドを使わないとアクセスできないんですよ。じゃあダメじゃん。なんかバグってるんですよ。なんかハグさんぐらい分かってる人じゃないとじゃあできないじゃん、やっぱりこれ。ひどいよね。難しいよ。で、この先に回ってしまう罠がある。で、ここ私はここに聞いてバグっただろうと思ってコンソールを使って出てけど、どうやらこれはカタツムリみたいな。そう、怖い。マックスウェルが話しかけるんですよ。進めると、なんかこう老人だから助けてやろうってね。なんで？どう見ても罠なのにな。これで扉が開くはずだけど開かない。なんで？バグってるから。あ、開いた。え？このここで普通なら最後の施設、こうやって左の、あの廊下に入ることができるはずだけどできない。バグってるから。で、これでコンソールを使ってこの壁をすり抜けよう。ハグさんは魔法は使えるからな。今入ったのはガリー G の施設です。さて、ガリー G の言葉の由来を説明するのは難しいけど、とりあえず楽しいニュアンスのあるノンセンスだ。でも、そのことよりギャスっぽくはありませんか。いや、もうギャスっぽいですよ。そう、あ、なにこれ。実際に幻覚ガスが作られていたんだ。マジで？幻覚ガス、それはつまりジェナさんが言っていたような話だ。確かに。で、ガリージーガスはこの端末から分かるけど、あの幻覚を見てしまうし、あの催眠されやすくなる。なるほど。
じゃあつまり3つ説があって、うん、そのマクスウェルさんはオカルティックなものであるっていう説と、うん、サイエンス的 な, なんかその電子的なものであるって話とケミカルな存在であるっていう話があって、そう、幻覚、タルの幻覚かと、どれなんだという、そう、なるほどね、真実はこれの3つを合わせているんだ、合わせている、うん、全部、全部どれか一つじゃなくて、これ全部真実だから。ではトゥルーエンドを見ましょうか。うん、これはゲームの中にまた入ることになるから。本当に、そう、実況開始だ。では始めよう。見てくださいよ、ヘビーインシネレーターだ。おお、直したやつだね。そう、そしてコンソールで出さなかった、ちゃんと修理したからな。おお、こんな感じのもので、わあ、ちょっと今から行くからな、マックスは。だけど、トゥーエンドといえば、まだ一つ説明していない、やらないといけないことがある。うん。トゥーエンドを見るのは、みんなのバックストーリーを聞かないといけない。うん、うん。私はもうそれを聞いたけど、マックスウェルさん、ここに入ったらマックスウェルさんもそれについて話すから、うん、その時説明してもいいと思ってるけど、そのバックストーリーを聞くのは、みんなを一つのクエストに連れていけないといけない。うん、例えば、スイーポンプを壊すクエストとか、サーバーをシャットダウンするクエスト、一人ずつ連れていかないといけない。そしてここそのお化け屋敷に戻って、話しかけて選択肢を選ぶ。ストートだけは、他のみんなの参加を必要としないから、ストートを最後に連れていかないといけないというすごくややこしいんですよ。もうその他の人が書いたガイドでこれについて読んだら、誰が普通にガイドなしにツルエンドを見られるもんかって思った。なるほどね。しかしもう準備ができたから、うん、松尾さんにお会いに行きましょう。はい、松尾さんの正体に。さてここは同じですね。あ、でもなんかナビゲーションがないね。なんか、あ、始まった。そう、そしてこのメッセージも同じです。4人のヒーローがファイン最後の団地に入ったとね。これからもどんな喜びにを見つけるのでしょう。しかし今回は彼の話している喜びが実現するんだ。へー、見物ですなっていう。そう、見物ですなと。このドアを開くと、なんとカーレンに話しかける。それはつまり、いないけど、パラディン・ウォレス、あなたがこれほどねえ、ここでその親からあれほど人を愛するように教えられたのに、こんなその BOS の軍人になるとはね。パラディン・ウォレスは実はコリンって言うの。そう、カリン・ウォレスです。彼は実はかつてはまあ経験のクリスチャンとして育てられたんだ。で、しかし今となれば守ってるルールは BOS のだけです。だけどワレさん、あなたの仲間はここで楽しく暮らしていますよ。ちょっといるんだ。ナイト・ディエゴ、ナイト・イーグルドルフとアスプリント・ジェイコブス、彼の仲間が今マックスウェルのポーンとなっている。マジで結構の強さじゃん。そしてそう、ちょっとやる気かよ。ちょっとやる気すぎるやろ。ちょっとみんなフレームを持ってる。マジで熱い戦いですね。熱いよ、熱い熱い。もうなんかぶつかり合いになってる。ハグさんのもうちょっとで死ぬ。この右足と右腕がもうダメだ。両腕も腕もダメだ。ちょっと待って。何をし、レーガン、あ、ショットガンがある。よしよしよし。よしよしよし。イーグルドルフ、そこにいたのな。ちょっとダメージを食らってる。ハグさん、クライスイエス、ちょっと。もうハグさんのアーマーがもう。ダメだ。いった、よし。
コア狙いで。よっしゃー、これで OK かな。そう、これからマックスを殺えろ、うん、彼を見つければ私が殺すからな。いやー、怒ったよ。そう、この前俺のアームがちょっとダメージを食らったけど大丈夫かな。いや、大丈夫。そしてなんと、ここに変な現象が起こっていたのでしょう。なんかこれ、しかしなんか普通に映画、なんか映画でも見るの、みんなでなんか座ってみんなで。ああ、カルのことを愛していたんですね、エッジェナ。カルは他の科学士と違うと思っていたのでしょう。カルはあなたの奇妙な目で見てて、で、彼女を見るために苦しくなる。それはつまりゲイルのことですね。あの、姉だったはずの人。You deserved the first, and he deserved the second. しかし、私と共に過ごそう。娘を連れてこ、来ようよ。私ならあなたの必要なものを与えられますよ。あなたの本当に欲しいもの。どういうこと？ Let me prove it to you. 彼女には娘がいるようですね。で、その娘とは、ギルさんです。この人、つまり私を雇った人は姉ではなく娘だった。それは神に複雑な理由がある。ああ、武器を。A サイエンティスト。A サイエンティストといえば、ジェナを作った人です。インスティチュートのシンスですよ、ジェナさんは。ジェナシンスなの？そう。なんということだ。だから、しかし、ジェナは最初の方の第三世代のシンスで、娘ができたんだ。普通の人間の。だからその普通の人間は年を取るでろ、ジェナさんの見た目は変わらない。シンスですから、うん、という不思議な事情があるよ。シンスって子供作れるの？第三世代だったら。その最初の方はそれがまだできないようにされていないという設定です。ああ、なるほどね。マックスウェルズ・ワールドではね。なるほどね。あとハグさん、彼のマスク忍者スレイヤー仕様と、ね、今気づいたか。そうだよ。だからジェナさんがここに来たのは年を取るようになりたかったからです。そういう技術を探している。ロボットっぽい。そうですね。ロボットらしい夢。これで遊園地をしゃっ、ああ、しまった、しまった。話が重なってしまった。リモストーツと話してるね。忠実の役員だったのにな。なんか二人話してて怖。そう。You probably think I hate you. あなたのとこ嫌いだと思ってるでしょ。違うんですよ。あなたは私に他の意見をくれたんです。だから他の人を脱出に手伝おうとしていたストートさんですが、その脱出はマックスさんにとってゲームとなった。もう本当このジジイを本当に何でもかんでもゲームしようってから。そう、マックスワーはあの電気ゴーストを作って電気ゴーストにルールを与えたし、全てはストートのためでした。ストートに楽しいゲームを与えるため。ここは普通になってるね。あ、そうか、来たか、電気ゴースト。見えないけど、なんか見えないし、まあいつもそうだったよね。未だに見えない。もう死んでるじゃん。死んでるって言ったら、じゃあエンプロイー・オブ・ザ・マンスってなんて言うんだろう。ストーザさんが今今月の MVP 受賞をずっとくれなかったんだよね、あの野郎。そうか、全然もらえなんかもらえなかったんだ、そういう賞賛とか。そうですね、認めてもらえなかったというか。まあでもここの従業員そういうシステムあるのかよ。こんなんでここも普通になったね。君は難しいやつだな。悲しいか狂っているかどうかわからない。だがその忍耐力は評価してやろう。お前は自分が嬉しくなるようなものが欲しい。私はそういう人を尊敬できるよ。もし家族を取り戻したければ、私は
それを提供できますよ。でももしかするとあなたはただ安全が欲しいかな。Hard to tell, but I'm a kind man. 家族を与えてくれるのか。本当になんか悪魔っぽいですか、そういうやつやな。うん。なんか何でも与えてやるけど、その代わりお前は永遠にここで過ごす。ああ、バカ野郎！ガタンボを持ちながらミニガンで撃ってくるんだこいつ。めっちゃ怖い。ひどいな。これはひどい。これはひどい。で、ここにパソコンがあります。さあ、真実の真実を知る準備はできているのか？え？これはアンドレアさんの端末だ。おお。だからアンドレアさんの全てのメールが見えてしまう。なるほど。行くぞ。このメールで分かっちゃうの？そう。まずはガン、ま、チューマーの、メールがありますけど、ミスターマックスウェルは、という AI？ いや、AI ではないよ。アンドレアさんの夫でしょ。アンドレア・マックスウェルの夫は、ガンが ある。キャンサーがある？そう、キャンサーがある。しかし、彼を救える方法は、もしかすると、あるかもしれない。クライオステーシス、コールドスリープ。だから、ミスター・マックスウェルをコールドスリープに入れたけど、彼はまだ意識がある、あるようですね。これによれば。どういうこと？ただただ、ガンを止めるための策ですね。でも、体をコールさせたって脳みそがホットだったら、結局、そんなことできるの？まあいいや、わからんけど、この、あれできるのかもね。似たようなことをやったことある人はいますよ。あのニューベイガスにな。へえ。まあこれはかなりのネタバレですが。エアンじいちゃんのこと？ん？ボスっていうかなんか。そう、ミスターハウス。うん。ミスターハウスと同じようなことになっている。しかもここエンドゥーとロバートは昔の大学の時の仲間だそうです。うん。エンドゥーって誰だ？ロバートハウスはロバートハウスだけど、エンドゥー、あ、そうか、エンドゥー・マックスウェルって名前だ。その人はマックスウェルなの？そう、それがミスター・マックスウェル。ああ、なるほど。あのじいちゃんの名前が、じいちゃんっていうか、おじさんの名前がアンドリューなんだ。ポッドから、マックスウェルズ・ワールドをかなりできるようになっている。それが、その AI じゃないかと思われたもの。本物のマックスウェルだった。みんなは彼が死んだと思っていたけど、実は、そのコールドスリープのような状態で生きていた。なるほど。じゃああれはあのホログラムが喋ってることは生きてるマックスウェルが喋ってるっていうか、つまりマックスウェルは未だに生きてるでしょう。なるほど。残念ながらそのステーシスポッドは意識のある人のためのものじゃないんだ。このままではやっぱり死んでしまう。うん、まあそれは完全に冷凍しないんだもんね。そうですね。しかし進行しちゃうでしょ。これでまた別の手が出た。メガスリープという何か。めっちゃ眠るの。わからないな、名前がダサいけど。めっちゃ眠る。もうちょっと読みましょう。そのためにはたくさんの、資金が必要だけど、ここで米政府が入ってしまう。まあ、うん、軍がね、うん、彼らはその事件状が欲しい。それは何かといえばあのギャスですね。しかしメガスイープのプロジェクトはうまくいかない。彼の体は安定しそうになってるけど、体から分離されそうになっている。精神と肉体が、うん、なんかというオカルトメイできた。オカルトが来たよ。本当はオカルトだ。しかしアンドルのような特別の人のためなら何かオカルト的な手はあるかもしれない。彼はもしかするとサイクルという言葉が出た。サイクルはかつてのフォールアウトの中に出てくる用語ですが、それはつまりエスパーのことです。だからマックスウェルはエスパーかもしれない。で、何かの儀式をすれば彼の精神状態を保存することはできるかもしれない。なるほど。しかしその価格は絶大だ。なん一線の人を犠牲にして彼を助ける儀式だ。何、今度は剥がれんか。
何、千人の人を生贄にしないといけないの。そう、まあ、賢者の質来る気だね。千人分。これがここで終わる。え、つまりマッアンドルー・マックスウェルはガンで死にそうになったら、アンドレアさんは彼をコールスリープ状態に入れたけど、あのそれでは助からなかったから、オカルトめいた感じで、そう、千人の生贄を使うことによって精神を分離させる儀式を行おうとしたと。で、じゃあこのマックスウェルワールドの人たちはその犠牲になったのかな。そういうことに、そういうことだと思う。つまり生きてるマックスウェルがエスパーでまあ狂ってやがる。狂ってやがる。だから幻覚ではなく、私が本当に経験してる現象ですよね。彼はこういうものを、まあ、まるでマジシャンのように、ね、召喚してるんですよ。え、じゃあ本当に召喚してるの。そう、何なの。そんなことが許されるの。許せぬ。これを終わりにしよう。あの世界がには価値があるとでも思ってるの。あなのを殺して壊し焼き払う、他のみんなと同じように。この壁の外には文明なんかありませんよ。私のおかげで先祖のアメリカはここで生きている。 you are trying to take that away. 一部は生きているか。I've been cursed. 生きてないと思うだろ。生きてないから。本当にハモったよ。I may be a gentle. 私は真摯かもしれないけど、そのようには戦わんぞ。わあ、まだやばい。あ、なにこれ。ここはおお、みんな元気だね。 かっこいいなちょっと。ここはマックスウェルの眠っている、眠っていない場所ですね。眠っていない場所、眠って保管されてる場所。そう、またあのニューベガスの時みたいに本体を開いて、そう、あそこだ。でも、お前コールスリープのあのポッドから出てもいいのか。出てるの。あ、出てるわ。おい、 BGM が。私はたくさんやらないといけないことがある。容赦を。容赦せんやろ。容赦はせん。やっ、いっぱいいる。おお、これずっとやりたかった。ロボットを殺す。このロボットは本当に嫌い。はあ、しかし、なんだ。あ、まだ召喚されてしまうか。これでなんとかなるかな。お前は本当に嫌い。このロボットは本当に嫌い。ああ、ダメだ。じゃあマックスルさん、死ぬ時間ですよ。よー、これダメージ、あ、砕けた。で、ロボットはまだ死ぬないか。アンドリュー・マックスウェルを止めるという目的は果たしたけど、もしかすると、いや、このロボットは永遠に作られてしまう。逃げよう。え、どうする。ランアウェイ。ランアウェイ。ランアウェイ。ドゥーン。どういうこと。またモンティパイソンですよ。お、あ、屋根出た。私の中、頭の中に何も感じられないぞ。ほら、なんてこと。対応が、いや、対応はないけど、好きだけど。マックスウェルがいなくなって永遠の夜もなくなる。これバグってるのかな。このバージバイは動けるかな。正真正銘のブラザーフードの男ですね。ずっと私のことはどうする。シンズには何かルールがあるんじゃないのか。もう好きに生きていいよ。ああ、わらずか。くそ、会話がバグったんですよ。最後の最後でバグったんだ。録音開始。
対応だ。取り押しの対応だ。対応が出た。やり直した結果対応が出た。すごい、見てよ。遊園地ですよ。遊園地、多分あれちじゃん。あ、そうかもね。なんか そのように見えてきたけど、うん、まあ元々あれちか。ただ暗くてライトアップされてたからそれっぽく見えてただけか。ワレスワレスワレス、お前の話がまだ終わってないからバーチバーに入るな。ああ気づいた。とにかくジェナさんはゲールのトークに戻るよね、うん、ね、残念ながら会話の全ては聞けませんがまあ行こうか、ゲールとジェナの、ゲールのいるトークに。そうだね。お、フライ。そう、行きましょう。ストートの話は？そう、ストートは何かセリフがあったはずだと思うけど、彼は無視された。もう雑だよここまで頑張らせて雑だよ最後バグのせいで。ハグさんは頑張ったよ。元のバグが雑なんだよ。マックスウェルズ・ワールドは多分10回くらいクリアしてると思う。もうただ使える映像を集めるためにな。さようなら。強すぎるそのビーム。これはゼノテクノロジーですからね、あまり道具のシリーズに出していないけど、急ぎたい時はね、急ぎたい時はそれで蒸発させるみたいな。ちなみにエイリアンアソルトライフルのモードですが、弱くもできる、なんかモードの設定で。私もそうしようかな。ここだ、全てはここで始まってしまった。このマクセルワールド、そう、私がニューカーワールドに行こうと話していた時は実はまずここに行ってきた。ほうほう。これはゲイルさんのバンカーです。ここにジェナさんはすぐに切ってるはず。ああ、パレットが、パレットがいっぱいありますね。さてと、約束を守ってくれたんですね。驚いた。ああ、くそ、これは試しにやっておいて大丈夫だと確認したはずが、ジェナさんがまだついてないんだ。そんなことある？マクソさんは優勝と言って、あいえあ、ちょっと待って、で、もうまだいる、いる、あ、トークできる、トークいや、言ってくれた。私のルールはアボミネーションだけを退治するんだ。やったー。私はもうちょっとここに居残るぜ。私はもうブラザフに連絡を取ってる。ここを焼き払ってくれるよ。ここは出るぞ。やっと世界を見る。私はゲールの時に戻らないといけないわ。やっと会話してくれた。やったー。あ、忘れるところだ。だった。マクソルがいなくなったら、ここの遊園地は全部安全になるはずだ。だから、荒らしたければどうぞ。でも、ワレス、ここの会話なんか噛み合ってないな。ここは物を荒らしてもいいぞとストートが言ってるけど、うん、その焼きラインに巻き込まれたくなかったら、そう、バチバチに乗れよとワレス言ってる。まあ、だどっちなんだよ。まあそれはあくまでストートの提案であって、ワレスはきっとで焼き払いたいんですよね、だって、うん、クソ真面目系だからそうだね。じゃあ乗りましょう。乗りましょい。これでつくかな、ジェナ。ジェナさんがついてくれたら100点ですが、どう？さあ、ちゃんとイベント達成するかな。なんかもうどうだろうな。ほんとハグさん、今回のイベントなんかデバッグみたいな感じだったね、ほんと気をつけろ、みんなこういうバグがあるぞっていうのをみんなに教えてあげる。さあ、どうだろう。いる？ゲイオさんもいる。ジェナはいない。はい、いないです。さあ、やめて。
train whiz! いる? You told them? Life or death situation, honey. It happens. Shit. Look, I know people. Don't worry. これの人たちはシンズにはあまり… I don't know your prejudices, but…まあ嫌いなのは分かってるけど、彼女は私の母ですよ。これを黙ってくれませんか。その支払いの話ですけど、私たちはコモンウェルスを出るの。簡単なことさ。マックスウェルズワールドのおかげでお金は結構手に入ったし、西の方では女王のように、お金があれば女王のように行けるところがある。だからそのお金の支払いではなく、弾薬、食べ物、そして他に食べるものを捧げますよ。このバンカーももう使わないからね。で、まあ、そうか、まあ文字通り否定できないやり取りだ。わかった。それはノーとは言えないな。わかった。Give us a day or two to pack up, then it's yours. 答えは、はいかイエスだ。Tell him hi. よし。は、やった。やった。これでクエスト終了ですね。終わり。はあ。ぐったり。アウさんお疲れ様です。お疲れ様だ。もうこういうクエスト系のモードはやらないかな。スカイリムは有名なのがあるそうですが、フォールアウトのクエストのモードはもうやらないかな。ちょっとね、何日経てばここに戻ってくると報酬が待ってるかもしれない。なんだ今くれないの。あまり期待していないけど、なんかくれない気がする。うん、最初の方には武器のプロトタイプがもらえると言っていたし、期待していたけどね。まあレイガンが手に入ったし、ヘビーインシネレートは持ってるし、よしとしようか。皆様お疲れ様です。お疲れ様です。次に行く遊園地はさすがにニューカーワールドですね。イエーイ。本当ですか、ハクさん。次回近日考える。